プーケット航空は2001年に設立された大の独立系の航空会社。現在は運航を停止している。ボーイング747から300、プーケット航空という名前でありながら、ハブ空港はバンコク国際空港となっている。日本への定期便はないが、チャーター便として各地の空港に飛来したことがあり、自衛隊のイラク派遣にチャーターされたこともある。 YS-11 エアー日本から購入した日本航空機製造 YS-11 日本航空や KLM オランダ航空などから購入したボーイング747から200のほか、747から300、737から200を所有している。なお、すべての機材が中古機であった。このように古い機材が多く、しかも整備や 運航管理面で問題が多いということから、欧州連合において危ない航空会社に指定され、EU 内の運航、航行禁止処置が取られている。現在は定期便の運航を停止している。会社を生産し、ホリデーアラインとして新規航空会社を設立する計画がある。なお現在は、その所有機の多くがドンムアン空港やインドネシアのスカルノハッタ国際空港にストア、 されている。プーケット航空の機材は以下の航空機で構成されていたボーイング757から 200IS-11。ありがとうございます。